はい、メダ家族ドエス、いつもご視聴誠にありがとうございます。今の時期、皆さん餌をね、いつ切ろうか思うじゃないですか。まだ大丈夫。今1日1回かな、朝だいたい1日1回餌やりしています。水替えですね。水替えがね、難しいですよね。するのかしないのか問題。救急車がちょっと騒がしいですけど、進めます。そうですね、この前も水替えしたんですよ。ほんと2日ぐらい前かな、したんだけど、ヤゴがザクザク出てくるいますね。このヤゴが問題で、水替えなぜするかって言ったら、このヤゴなんですよね。一番の問題はね、ヤゴがいるかいないか、ここがすごい重要で、水替えしないとヤゴがそのままね、越冬しちゃうやつがいるんですよ。でそこで食べられちゃうという感じです。メダカは、まあヤゴもだけど、メダカも活性がね、落ちてじっとねしてます。寒くなったらじっとしてる。そこでヤゴがやってきて、食べるというわけですね。トンボにならなきゃいけないんで。はい、トンボね、このなんかヤゴの、トンボのねというか、ヤゴのなんか動画を出したら結構、言われました。ヤゴかわいそうだと。でもあくまで俺はメダカ目線なんで、ヤゴごめんなさいという感じです。そうですね、皆さんどうですか。ヤゴもメダカも共存ですか。メダカがね、やっぱね、ちょっと、まあトンボも重要なんですよね、農作物とか。やっぱり益虫ではあるんで、難しいですけどね、ここはね。害虫をやっぱ食べてくれるっていうのがあるんで、難しいですけど、一応ね、メダカ目線でいくと害虫なんですよね。難しい。これはね、すごい難しい問題なんだけど、農家さんの目線とやっぱりメダカ愛好家の目線って違うんで、そこがね、難しいと思います。めちゃくちゃ暑い。まあそんな感じで思ってるんで、水替えはなるべくしたいかなと思ってます。でしないんだったら、その下のね、底の方のね、こうおでをね、取ってやるとか、ヤゴをなるべく取ってやるとかして、そんな感じでいいんじゃないかと思うんですけど、越冬するときにグリーンウォーターっていうのはね、すごい重要、自分の中ではすごい重要で、本当にグリーンウォーターってすごいなと思ったのが、越冬した後にめっちゃバキバキになってたんですよ。グリーンウォーターで越冬したメダカが、ああこれすげえなって思ったんですよ。まあグリーンウォーターだけがね、原因ではないと思うんですけど、やっぱり、ユスリカの幼虫とかね、赤虫がいたりとかするんで、まあそういうのもあって、まあ大きくなったっていうのはあるとは思うんだけど、やっぱグリーンウォーターがいいなと感じました。吸収してますね。何かしらこう吸収してます。やっぱり成長が早いし、稚魚なんかもね、グリーンウォーターは。ただそのね、見栄えとかがね、やっぱり観察とかするのにね、透明な水がやっぱりね、そこはこだわる人はすごいこだわるんで、あなたはグリーンウォーター派？クリアウォーター派？なんか前にアンケートしたことあるんだけど、どうだったかな？クリアウォーターの方が多かったのかな？
どうだったっけ、なんか極端なアンケート結果ではなかったような気がします。まあそんな感じで今悩んでるのはミジンコが思ったように増えてくれない今岩国とね久留米の方に持っていかないといけないんだけど、ちょっとなかなか数がね確保できないなって、そんな感じです。あんまり持っていけないかもしれないですけど、まあ少しは持っていけると思います。皆さんもしねミジンコ必要な方はお早めにお早めに来てください、イベントの方ね。まあ、そんな感じですかね今日は。水替え本当に全部しようかなと思ったら大変なことになるな、本当に編集とかももうできなくなるし、イベント出る暇もないなって思いますけど、するのとしないのとって感じかな。水か前回はね、そうですね、越冬するときはグリーンウォーターかどうかっていうのが一番重要なのかなって思います。そんな感じです。タモの方はね随時作ってますんで、またオンラインショップの方ね見てやってください、確認してやってください。またコメント欄の方にね貼っときますんで、これねなんだかんだでね売れちゃうんですよタモがね、なので貼っときますまだ使ったことないって言われる方買っておきますんで、じゃあいいですかね、この辺でドローンします。メダ家族どうでした、ピヨヨン。あとイベントも4回ぐらいで終わりかな、皆さん来てください。ヒロムステッカー、ヒロムステッカーをね間近に見てください。そして買ってやってください。じゃあ、さよなら。